おはようございます。まだ朝方いいお天気ですね。このいいお天気の間にお墓参りへ行こう。うちで撮っております朝日新聞、まあ、一面トップはLINE停止、自治体広がる。まあ、これにつきましてはもちろん LINE の仕組みの問題はあるんですけれど、日本のその、通信とか、開発とかっていうことの貧弱さとか矛盾とかっていうものがここにも現れてるのかなと思いますんで、急にいきなり LINE が問題だって言って自治体がこうやって、まあ世間の声はそうなんでしょうけれど、停止っていうのもまあどうなんかな、場当たり的だなと思ったりいたします。で、その総務省緊急郵政省のですねにまつわるお話というのは、まあテレビ、ラジオやテレビというメディアが出てきて世の中が大きく変わった以上に、今その通信というのは国民の生活であったり安全であったりっていうところに大きく絡んでくると思うんですね。で、ヤフーと LINE の統合についても先日 NHK のニュースウォッチ9が高らかにこう来賛するようなインタビューコーナーをやっておりまして、まあ、最後にじっくりとさすがに言っておりましたけれど、個人情報の保護というのは大事ですよって言ってましたけれど、まあ、テレビや、まあ、ラジオはラジコがちょっと今やろうとはしていますけれど、個人情報の塊としての、購入履歴であったりとか、それからもう今後どのような発言をしているのか、どんなページを見ているのかっていう、それは思想信条の自由というところにまでつながることの情報が、知らないところでの、まあ、知らないって言って、まあ、細かいガイドラインに、はい、OK しますかっていうことで、我々は OK せざるを得ない状況にあって、で、その向こう側で、利用されているという時代になってるわけですね。なので、まあ、もうそのもう妖怪というか、いうのはもう、GAFA という存在とかっていう以上に、もう、妖怪の本当にもう巨大な妖怪のように誰も実態のつかめないところまで今来ているんだと思うんですけれど、まあ、それを日本の国内で司っているのが武田総務大臣ですよ。良い太いと書いて良太、悪太じゃないかなと思いますけれど、今日の天聖人語、すぐパンを買ってこいと命じるジャイアントスネオ、ドラえもんの話ですね。のび太は逆らえません。見かねたドラえもんが与えたのが階級ワッペン。階級ワッペン、自分より下の階級章を相手の背中に貼り付けば誰もが命令に従い出す。そしてのび太はスネオに一等兵、ジャイアンを一番下の二等兵、そして自らは大将のワッペンで、まあ、いつもはできていないんで散々大将として無茶なことを言うというドラえもんの回でした。武田総務大臣の記憶がないと言えとしか聞こえませんけどね、本人ようやく自分の声であるという記憶が出てきたようでありますけれど、国会の答弁席に向かう電波部長に命じていた、いや、なんで言ったのかわからないっていうようなことを言っておりますけれど、例えば雄一郎さんも昨日のラジオでお話でしたが、総務省本省の部長っていうのがどのぐらい偉い役職であるのかっていうお話ね。そんな人も今内閣人事局が牛耳っている人事権の中で声を上げることができない、そしていけしゃーしゃーと国権の最高機関である国会で大臣や役人が
嘘をつくことがまかり通っているというこの世の中ですね。武田大臣、無意識で出たというふうに言っておりますが、天声人語は3年前の雑誌での武田氏の言葉を引いております。声を上げない人の声を聞く、声の大きい人の話ばかり聞いてはいけない、だからやっぱり嘘は言い切るべきだということですね。ここから導き出されるのは、嘘だと思ってヘジテーション、躊躇して、控えめに言ってしまったんではあかんということですね。堂々と記憶がないと嘘をつき、そして堂々と声を上げない人の声を聞く、声の大きい人の話ばかりを聞いてはいけないと言いつつ、NTT の社長と高級レストランでビール 2、3杯、そのビール 2、3杯を誰が信じるのでしょうか、ドラえもんには心の声スピーカーという便利な道具もある。聴診器のように当てれば本心がたちまち流れ出す。記憶にない答弁の連鎖に陥った総務省幹部の胸に一人ずつ当てて回りたいと、天声人語は性善説を持って今日の紙面を締めておりますが、これもどうですかね、武田総務大臣、官邸、自民党悪、総務省善、それを押さえつけられているという構図の中で言っていますが、僕はどうでしょう、全ての役人というわけでももちろんないですけれど、が共犯関係なのかなと思いますけれどね、まさに声のを上げない人の声を聞くっていう人たちがどのようにして声を上げているか、あるいは上げないまでも活動しているかっていうと、やはり、小さな力でも横の連携を取って、でそこから何か、それは巨悪なのか、いろんなパワーに抗おうとするわけで、本当の意味で高級官僚たちがその今の政権に抗おうとするのであれば、そのネットワークもその知恵も、パワーはあると思うんですけど、それをしていないっていうのは、やはりそれが内閣人事局が人事を握っているということに理由があるにせよ、やっぱり自分の身が乾い、公僕として何をすべきかということよりも、自分の身が乾いということに、最終的にはつながっているわけで、とであるならば大臣と同じような悪の一味であると、少なくとも、今回の騒動で、行政が歪められたりとか、あるいは、その他もろもろのことありますけれど、それで、不利益を被る納税者であるタックスパイ、ウィアタックスペイヤーですよね、その人たちにその対峙するというか、利益の反する側にあるというふうに、もうあと天声人語も 2、3 行あったらそこに触れてほしかったなというふうにも思うんですけれど、今日のコラム、朝日新聞の今日の天声人語から読んでみました。まだ午前中ならこんな天気のまま行けますかね。親父のお墓に手を合わせて参ります。皆さんも良い週末を。